はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、前々から欲しかったとあるコーヒーアイテムをついにね、手に入れましたんで、こちら開封していきたいと思います。はい、こちらダイソーで売っている手引きコーヒーミルですね。はい、だいぶ前にこれね話題になったもんだと思うんですけれども、僕当時京都に住んでいて、1年か2年くらい前だったかな、視聴者さんに聞いたんですよね、これが出ましたって。で、ダイソーに探しに行ったんですけど、当時手に入れられなくて、どこ行ってもなかったんですよ、なんだか知らんけどということで、まあ泣く泣く諦めて、買えなかったものなんですけれども、今山梨帰ってきてね、フラッとダイソー行ったらあったんで正直ちょっと遅いと思うんですけどね、多分YouTube 上にもいろんな動画出てると思いますし、まあ僕見てないんですけど、あとは視聴者さんから、こことここがいいですよとか、こことここはちょっと問題ありましたとか、いろいろ聞いてるんで本当に多分皆さんの方が詳しいと思うんですが、ちょっとね、遅れをしながら開けていきたいと思っております。よっと、おおおおお、すげえ、結構でかいね、しっかりしてるね。まあ、ダイソーとはいえね、ここに書いてある通り、500円、100円じゃなくて、ちょっとスペシャルな品ということで、500円で売っているものなんですけれども、とはいえ、すごいね、500円でミルが買えるね、しかも、こんだけの、しっかりした、割とクオリティに見えますけどね、こんなのが500円で買える時代になったんだな、いいね、今はね。あ、下これ外れるんですね。でもって、ここは調節ネジかな。ん？あ、違う。調節したらここでやるんだ。ここをカチカチとひねることによって、この下の臼の締まり具合が変わるわけですね。こんな感じ。開けば開くほど粗引きになって、閉じれば閉じるほど細引きになります。これ単純明快で分かりやすいですね。で、そんなに引き目がいっぱいあるわけじゃない。1、2、3、4、4段階ですね。まあ、家庭用と割り切って手軽にやる分であれば全然全く問題ないレベルじゃないかなと思います。4段階でも。まあ、引いてみないってことにはね、なんとも言えませんが。で、これか。ここのネジを緩めると、ここは動くようになって、はい、取っ手が伸びます。しっかり締めて、よし、OK。あ、ちっちゃい。ちっちゃい取っ手。あー、なるほどね。確かに噂は聞いてたんですよ。取っ手が小さすぎて少し回すのに体力がいりますって。意味が分かった。もう少しこれが長さがあると、こうゆっくりこう回せるから余裕を持ってね、あんまり体力使わずにできるんですよ。あ、まあでも、ここに、先っぽにね、ちゃんとくるくる回る、この部品がついてることによって、回す工程自体はそんなに難しくない。必要な基本的な機能はちゃんとついている。これすごいと思う。ただ取ってね。まあ自分でつけるっていうのも少しありかな。なんかしら工夫してね。でもまあ500円クオリティでこれすごいと思うよ。で、豆を入れるのは、オープン、こっちか。ああ、なるほど。ここが開いて、ここに豆を入れるわけです。まあじゃあ実際に一回ちょっとやってみましょうか。はい、今日の豆はこちら、カズマックスブレンド、アバータースコーヒーのオリジナルブレンドですね。これ結構深入りめなんで、多分手引きミルで引くときにそんなに体力いらないと思う。浅入りとかだったりすると結構硬くてガリ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 力いるんですけど、深入りならね、結構スムーズに引けるんで、まあいけると思う。よし。じゃあまずはこれを外して、調節5段階あるうちの、中引きがね、4つ目ですね。1、2、3、4。ここに合わせます。まあ、実際のところは引いてみないとわかんないですが、一旦このままセットして、開けて、これ取っ手ごと外れるのがいいですね。ものによっては、この取っ手と蓋が別になっているから、一緒にね、付けられないって場合があるんですけど、これワンタッチでいいですね。非常に手軽だと思います。で、ここに、はい、コーヒーの豆をね、1人分だから、とりあえず今回 12g くらいにしましょうか。いや、15にしようかな。あ、逃げた。ちょっとこの穴が小さくて、ここに仕切りがあるから漏れやすいかもしれないですね。まあゆっくりやれば全く問題ないけど、はい、引き大量入れてあげました。そしたらしっかり蓋をして閉めて引いていきます。おおあ、引き心地結構滑らかですね。引きやすい。なんか変に引っかかったりとかしないし。引き加減どうかな。はい、いかがでしょう、見えますか。
まあある程度揃ってますけど、ちょっと細かいかもしれないですね。もうちょっと粗くしようかな。これを5にして、よいしょ、うん、途中で調整もできますね。で、いきます。うん、なんか500円クオリティじゃないぞで、あ、思ったよりね、やっぱり豆がそんなにストレスなく引けるから、引っかかりがないから、まあ多分人にもよるとは思うんですけどね、今のところ僕そんな疲れないかな、最初思ったよりも問題なく引けるわ。あーでも、どうかな、5、4、うん、微妙なとこやな。個人的には4だと細かすぎる印象だったけど、5だとちょっと荒いような気もするな。ちょっと中間欲しいかな。まあ多分家庭でやる分には1とか2とか一番細かいところってね、よっぽどなんかマキネッタとかでも持ってない限り使わないと思うし、もう気持ち粗いところの、あの範囲を増やしてくれたら嬉しかったかなって個人的には思いました。うん、だけど楽しいいや多分ね、家庭用としてある程度十分だと思うよ。まあ火加減のことは言ったけど、それは自分の入れ方でもある程度こう寄せていくことはできるし、例えば僕がコーヒー始めたばかりの頃とか、あとまあキャンプに行った時とか、今でもね、にこれを使ってくださいって言われたら、あ、じゃあこれを使ってこういう風にお湯を温度を落としてとか、あの入れ方をどうこうしてって考えることはできるし、今のところ500円っていう値段を考えれば、見えるデメリットとかは全然許容範囲だと思います。で、下の粉受け部分もこのベコベコなるね、ペラペラのプラとかじゃないから、ある程度硬さと重さがあるから、ある程度すごいいいよ。取っ手の滑りもいいし、で回してる途中に耐えきれずにネジがこう迷子になっちゃったりとかもないし、しっかりしてるわ。よし、 OK、 引き終わったかな。あやっぱひたての香りはいいね。でこれが500円ですごいね、叶えられるのは。今ってもちろん各社いろんなコーヒーミル出してますから、1000円から2000円とかで買えるミルももちろんあるんですよ。だけどやっぱり100均にある、ダイソーにある、まあ500円だけど、そこに行けば買えるっていうのは結構一般の今からコーヒー始めたいっていう人からするとハードルが下がると思うんですよ。あ、ダイソーで買えちゃうのみたいな、とりあえずダイソーに行っちゃおうかなみたいな。僕も実際使ってみるまで、どうなんかなクオリティ的にって思ったけど、これ500円ならすげえいいと思う。まあ、手の大きさだったりとか、あとは体力とか腕の力とかによって少し使い心地は変わってくるかもしれないけど、必要最低限の基本的なことはできるし、とりあえず買っていいミルだとは思う。まあ、ただ人によってはもう始めた時点で、コーヒー今後長くやっていくつもりだし、細かい調整とかもしていきたいし深掘りしていきたいんでねっていう場合には、さっき話したような1000円とか、まあ、2000円とかするしっかりとした手引きミルを買うのもありだと思います。とりあえず、必要最低限の基本的なことができて、でとにかく価格を抑えたいんだよねっていう場合にダイソーのミルいいかなって感じですね。よし、じゃあとりあえず入れていきましょう。はい、じゃあせっかくなんでね、ドリッパーもミルと同じく数百円で買うことのできるこちらのハリオの V60-01 を使っていきたいと思います。ペーパーを広げてよっと、あ、いいですね。しっかり静電気とかも特に起きず綺麗に入ります。よし、はあ、いい香り、すげえなマジで100円じゃねえ、500円でダイソーで、そっか、コーヒー生活一番大事なもんが揃っちゃうわけか。全く問題ないっすね。コーヒーミルがあるからこんだけドームが膨らむし、香りが花開くし、で豆自体の寿命もね、長持ちするわけですよ。これは粉で買ってしまうとね、本当に豆の寿命って一瞬だから、あっという間にね、豆の味が落ちてしまうんですよ。よし、おろします。
というわけで、こちら入れたて引き立てのカズマックスブレンド飲んでいきたいと思います。あーいい香りいただきます。うまい。いや本当いいね。まあ何度も言うけど、こんだけね安く500円で、コーヒー生活を支えるための一番大事なアイテムを買うことができる。やっぱこれがあることによって、今ね、まあ、世間で、思われているコーヒーへのこうイメージというかさ、やっぱハードル高いもんとかおしゃれな人がやるもんだ、通がやるもんだで、ちょっとお高いんでしょって、あのこだわると、お金かかるんでしょとか、そうしないと美味しくないんでしょっていうイメージをこう打ち崩す一歩として、一撃としてすごくいいと思うんですよ。まあ、 出てからだいぶ経ってるんですけどね1、2年経ってんのかな。でこの後の後継機とか、あの取っ手が長いバージョン、伸びるバージョンとかいろいろね、新製品が出ているっぽいんで、まあ、今後見つけたらまたあの紹介していきたいと思います。でこれ分解とかどうなん、まあ、一応さっきね軽く洗ってきたんですけど、分解まではしなかったから、分解や改造をしないでください。なるほどまあでもちょっと自己責任ということで、分解してみたいと思います。怖いな、ちょっと取れないかな、ちょっと厳しそうですね、取れないかもしれん。うん、無理だこれは。まあやりようによってはねできるかもしれないんですけど、基本的に分解するものではないですね。でまあコーヒーミルって割とそういうもの多いし、そもそも決して洗わなきゃいけないってものでもないんでね、電動ミルなんかまあ最たるもんだし、ある程度こう粉をフーフーって吹いたりとかブラシで吐いたりとか、まあ、これに関してはここの蓋を取ってこの状態にして、まあ、シャカシャカある程度洗うってことになるでしょうね。で乾燥させるときもこのままと。で別に難しい構造をしてるわけでもないし、どっかに汚れが溜まってカビたりだとか濡れてねっていう場合もないとは思うんで、いや構造としてもすごくいいと思います。いや僕がねコーヒー始めたときってたまたまあの最初に買ったコーヒー初心セットの中にミルが入っていたんで、本当にたまたま、ミル変えたんですけど、じゃなかったらもしかしたらね、ミル単体、2000円って言われてちょっと躊躇してたかもしれないから、まあ、そう考えると、うん、やっぱこの存在っていうのは大きいと思いますね。ぜひぜひ、まあ、特に学生さんとかね、今まあある程度バイトも、難しい状況になってるでしょうから、まあ、そんな時にちょっとでも価格を抑えるっていう意味で、まあ、それでもうちでできる趣味っていうことでどうですかこちらいいと思いますよ。まあ近くのねダイソーになかったら、まあお父さんお母さんとかにお願いして連れてってもらって、まあ、交通費でね、逆に高くなっちゃったら話にならないから、まあ、その辺は兼ね合いで、で一応1000円とか2000円でね本当に買えるものも通販にもちろんあるし、それの品質もいいものも揃ってますんで、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、こちらダイソーの、手引きコーヒーミル、500円のミルのご紹介でございました。本当にコーヒーを一般に広く浸透させるハードルを下げるっていう意味で素晴らしい一撃かなといいアイテムかなと思いました。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。